ただいま4月27日16時45分です。本日の正午からベルリンは公共交通機関でのマスクの着用が義務化されました。ただし今のところ違反しても罰則はないそうです。罰則なしの義務にどれぐらいの効果があるのか。運転手はマスクをしてないですね。してますよね。してますね。まあ、スカーフで覆うだけでもいいって言われてるんで。ああ、してますね。してない人もいるよね。まあね、1名だけしてませんでしたが、僕はしてます。こちらは運転手はしてない。してますね。してます。してます。指名してないです。もう一名女性もしてないですね。すごいですね。してないんじゃなくて、そのまさかドイツで人がマスクをしてるのを見ると思わなかったんで、ちょっと驚き。制限の緩和と同時にマスクの義務が導入されたので、まあ、実際1週間のタイムラグありますけど、先週に、まあ、週によってちょっと異なりますけど、一部店舗の営業が再開されて、まあ、いわゆる緩和ですよね。はい、制限の緩和で、まあ、今週からマスクの着用義務が公共交通機関とスーパーでの買い物時において義務付けられました。ただしベルリンはスーパーの買い物時は義務ではないそうです。他の全ての州は、義務とのことです。もっと早い段階からマスクの着用義務を導入していればよかったんじゃないかと基本的には思いますけど、マスクの義務について一部の人はマスクを着用していればさらに制限を解除していいとか思ってる人もいるような雰囲気を私は感じました。それはちょっと危険だなと思ってます。ちなみにベルリンの州政府はマスクの着用義務に合わせてマスクを配布するそうです。月曜日、本日ですね、配布するというふうには聞いたんですけど、配布方法は市役所で配布するとか、あるとある記事には書いてあって、もう私は市役所とか行くようじゃないので、まあ、もらっていません。で、次の配布は木曜日にあるそうです。まあ義務なんで、まあ、配布、まあ、義務とそういうのはセットですから、保証っていうんですかね、保証ほどではないですけど、マスクつけるんだったらじゃあマスク配布しますよってことで、まあ、義務にするんで配布しますよってことで、まあ、日本とは違って自粛だと、まあ、これちょっと弱いでしょうね。効果は自粛してください。まあ、弱いっていうか、まあ、日本は自粛なのにもかかわらずマスク配ってるんで、まあ、費用の問題ありますけど、まあ、やり方としてはそういうのも、まあ、あるんじゃないかなというふうには個人的には思ってます。車両あたり1名ないし2名してない方が見受けられますけど、それ以外は全員皆さんちゃんと着用されてます。はい、だいたい1人ぐらいは1車両あたりマスクしない人いるみたいですね。